はい。せっかくね、なんか信頼できそうって思ってたのかもしれないけどね、ちょっとねもう信用できなくなってきてますね。いやダメだ。そうなんだよね、結局パートナーだから仲違いしちゃったら終わりなんだよね、このゲーム。まあ終わりじゃないかもしれないけど、協力が必要ですから。ただこのままっていうのもダメだよね、だからどうにかしないといけないんですけど。その前に一つだけ聞きたいことがある。お前の目的は何だ。あー、まあまあまあ、そのこのゲームで生き残ってどうしたいのかみたいな。渋谷ジャック、全部話してくれる。渋谷は誰が管理しているか覚えてる？コンポーザーだよ。はい、コンポーザーがジャックしている。コンポーザーに殴り込み、コンポーザーに成り代わりたいのかな。ヨシア君の意味ではコンポーザーは渋谷側にいるからそこを探してる。じゃあ俺たちがオブジェ死神、南本さんですね。はい、にバレたんだ。なるほど。コンポーザーを、でも渋谷ジャックしたいんであればコンポーザーを倒したいんだよね。倒して、変わりたいってことかな。なるほど、まあ、確かに面倒ですけどもね。はい、あのヘッドホンとお坊ちゃんの二人、今からそれを確かめに行くんだよ。一緒に遊ぶだけさ。まあルールに違反しない程度になんかやるってことでしょうね。はい、おなんか BGM がねえ、ちょっとこれも5日目かまだ。そっかそっか、大変だね。ネク君はね。で、なんだっけ、どこ行くんだっけ。あ、姉駒さんとこで直してもらうんだっけ。どうやって行くんだっけ。こっちか。ちょっと待った。はい、ちょっとゲームしないか。
パーカー。ん？なんだ？壁作って何がしたいんだ？このエリアのブランドランキングで D プラス B を1にしろ。はい。あ、やべ。達成できてた。これなんか会話いくつか逃してそうで怖いな。はい。いけちゃったわ。で、ここにもいなかったよね、さっき。だからまあ、追加されたんでしょう。で、抜けたのに、報酬もらえないんだね。え、もらえたっけ？見てなかった。やられてはいないよね。こっちの道は通さない。そういうのもあるんだ。はい。こっちに誘導されてます。また？だるいな。ああ。この道を通りたければラーメン持ってこい。食いたいだけだよね。海の味を感じるやつ。おっちゃんの店でなんかタイとか刺身とかなんか全部乗せのやつあったよね。あれ持ってくれいいの？あ、こっちじゃん。104どこだっけ。まあちょっと行ってみよう。どこだっけな。あれ？マルシーに来たら、相場か。はい。うん。まあ、宣伝効果の高いビルってことですね。ラーメン嫌がるとこね。はい。道玄坂の名前の由来って知ってる？いや。名前の由来は和田義盛、なんていうんだ、一族の残党の子孫大和田太郎道玄からという説と、道玄庵というお寺の名前から。怪盗20面相でも出てきたんだって。へえ。どうしたんだ。はい。あー、クイズですか。太郎道玄だよね。本当読んでてよかった。だから何みたいな。で、ここに多分あったよね。はい、いらっしゃい。え、25,000ビッグクランチ。めっちゃ強いよ。レーザーノバ。すげえ。攻撃力160。今あるバッジがだいたい50とか強くてね。60なんで、めっちゃ強いと思う。さあ、ラーメンね。海の塩味噌。こういう。海のって言ってなかったっけ？野菜がたっぷり。違うよね。ここじゃないのか。一応もう一軒あるからね。やべ。まことくん。え、ミッキー。これさ、語られずにこう終わっちゃってるのすごい悲しいね。どんまい。なんか海の香りがどうのこうの言ってたよね。どうしたらいいんだろう。あ、あ、違う違う違う。
とりあえず一品ずつ買っていく？ねえ、どれか当たるでしょ。あ、あーそっかそっか、仲良くなれば新しく出てくるからってことか。一個ずつ買っちゃおう、仲良くなって。秘伝のラーメン、あ、ってあるんじゃない？いやー、これどうなんだ、わかんないね。もう鶏ガラって書いてるから海のやつじゃないよね。クエスト100円だって、100円で買えるんだ、よかった。もう上がんないこれ、仲良さ。あ、まだないよね。でものんちゃんあげてみる、お金が。鶏ガラ、なんかもうそういう素材しか出してくれなくなっちゃった。マックスにしてみよう。関係ねえな、買わなくてよかったな。やっちゃったね。ここじゃないのかな、ちょっと一旦見てみようか。お、見た目まずそうだな、そのラーメン。うわ、どれか分かんないけど解放できたね。最高サポート、あー、装備してるカウント性バッジ、はい、のカウント数を増やす。カウント数ってなんだ、使える使用上限に限りがある、こういうやつとかのカウント増やすの。使えば使うほど強くなる系のやつとかかな、ちょっと分かんないな。了解、まあ通れるようになりましたね。ラーメン食い買いすぎたな、どうしよう。あ、次はどっちだろう、こっちだっけ。多さない、ん、あークイズか、はい。今回の死神クイズは、今話題のラーメン屋ラーメン丼。はい。店主の名前は、土井健じゃなかったっけ？店主と仲良くなると出てくるメニューは次のうちどれ？カップ麺で。これはなかったような気がする。基本的な、味噌とか醤油とかそういうラーメンが4つあって、あとバッジがあって、カップ麺で。多分ね、塩ラーメンのお値段は安かったと思うんだよな。あ、マジで正解だ、一発でいけた。はい、よかったよかった。さあ、別に今んとこ大して邪魔にはなってないよ。ヨシア君を見てるんだ、なんだろう。さあ次どうしようかな。もう急遽動員されたからいろいろ間に合ってないみたいです。おい、そこの前、お前の装備すべてをムースラップスで揃えてこい。持ってる？あんまりね、装備買ってないんだよね。あ、ムースラップスあるね。 T シャツ、下はなんか他にない？ないか、何か。ちょっと待って、ないね、買ってくるか。めんどくせえな。めんどくせえ、ただめんどくせえな。どこだっけな。はい、戻ってきた。で揃えてきましたね。
ズボンは履いてないんですけど、ね、それぞれ別のものを、別の箇所の装備を探すのにちょっと手間取ったぐらいかな。はい。値段が安いからそんなに難しくはなかったですけどね。じゃあ、どうしてもらおうか。破壊された気分だ、はい、ストロングボディ、はい、防御力減少の効果時間を延長する、敵に対するで、装備を戻してこう、さあどうだ、そろそろつくんじゃない、ここも、うわめんどくせえな、全部にいいんじゃん。俺とマップはまぶすらね、ちょっと俺得じゃないんだよな。うん？どうやってやるんだっけ？こうか。あ、自滅してる。あ、自滅してるよ。これ。避けよ避けよ。あ、勝った。めっちゃ強いじゃん。あ、また天砲。天砲何してんだ、お前。あ、めちゃくちゃ弱いんだ。そっか。全敗ぐらいしてんじゃん。はい。マーブルエコロジー。自然がテーマのマーブルバッジ。装備したら、バトル開始時点で瀕死状態になるけども、瀕死状態の時攻撃力がアップしてゲットできる EXP も経験値もアップ、説明が微妙ですけど、まあ攻撃力が上がって、なおかつ経験値も上がるってことね、いいじゃない。さあでここでね、前あの集中しない、ね、禁断ノイズみたいなのいたんですけど、もういないのかな。はい、また今から俺が出すノイズを倒せ。ただし、使うバッジは指定させてもらう。うわ。マジか。なんだ、二つだけ？言い抜くなよ。あ、でもヨシアは使えるね。ね、これ。ヨシアを出してで、左のやつ使えないな、戦闘には使えないな、世界を揺り動かせたから地面こするんじゃない違う、わかんないな、ちょ避けて避けて、ああそういうことだ、あれ、あなんかすごい。ああ、すごい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 。いいんじゃない、いいんじゃない、ああ、いいよいいよ。覚えてきた覚えてきた。近寄らなくていいね。あ、レベルアップ。はいはい。やべ、来てる来てる来てる。やべ、発動条件が分かってない。オッケーオッケー。右のやつの使い方がマジで分かんない。でも必殺技で決めちゃう。123123123、だいぶ慣れたかなこれも。はい、青、いくよ、手に決めるな、オッケー、余裕だね、
さあ、ちょっとよく分かんなかったけど、あ、油断大敵、あ、そう、前ゲットしてたな。はい、お、終わった。何だったんだ。ね、でも目的は達成できたみたいですね、向こうは。はい、でバッジはね、使い方結局よく分かんなかったけども、戦闘前に何か世界を揺れ動かす勢いで戦えよみたいなの言ってたから、まあ地面こすんのかなみたいに思ってましたけどね。何かやってたら発動できましたね。さあ、でああ、電話。はい。ヤシロです。禁断ノイズが。あ、出たんだ。道玄坂で目撃された以降は行方不明らしいわ。うん。なんか、ネクとヨシア君見てるみたいですね。ついていけばいいさ。禁断ノイズが食いついてくれそうな餌にね。なるほど。餌？この二人ってこと？なんだ。さあ、着きました。そうだよね、聞きたいけど聞けないっていうね。まあ殺したところで本当に意味ないもんね。本当にあの銃を確かめたかったっていう目的じゃないのかな。どういう効果なのかみたいな、まあ、分かってて使ったのかもしれないけど。どうしてネクと契約したのか。ずっと君を見ていたから。ああ。で最初言ったんだ。昔からアンダーグラウンドが見えていたんだ。ああ、そっかそっかそっか。だから1週間のネクの戦いを見てたんだ。っていう。だからこの渋谷で死神のゲームが開催されていることはずっと前から知っていた。だんだんアンダーグラウンドで行われている死神のゲームに興味を持って自分なりに調べている時に羽駒さんと出会ったんだ。それからは入り火この店に入り浸ってアンダーグラウンドの話を聞いた。よく羽駒さんもそういうこと言うんだね。あ、まあでも知っちゃってるから別に隠す必要もないのか。でどんどん魅力に引き込まれていった。あ、生死をかけて必死で渋谷を駆けずり回る、まあこの言い方がいいとは思わないけど、まあね、興味があったんでしょうね。Tell me who you are and who you were. How much have you been paid? Take it easy, R-E-L-A-X. Would you like to have something to drink? To tell you the truth in this contract, I don't care about anything. ああ、タイミングよ。
cause it make me feel alright. Come on now. I'm busy, dizzy, lazy, got a global eyes and growing mind. Above all, I'm wise and very well organized. Make me a compromise. 出かけるんだって。ニノさん、なんだ。うん。その前に、はい。今度は僕の番だよ。はい。なんだ。ん？ちょっと待って、そんなこと聞く？ネク君はなんで死んじゃったの？あー、言わないんだ。それ聞く？どこまで知ってんのみたいなことを探ってきてんのかな？まあ嘘じゃないよ、これは。まあだからこそこの変な感じになっちゃってるっていうのもあるんね。アンダーグラウンドに興味があるから来たってことは自分でってことかな。はい、すごいモヤモヤしますけどもね。なんか違うんじゃないのかなとかも思っちゃうけどな。どうだろうね。はい、まあとりあえず今回はこれで以上です。次回じゃ反応がまた出てるっていうことで、そっちを追ってみましょうかということで、はい、ありがとうございました。